どうも、怪しさ 120% の男、ブス島です。同級生実況プレイやっていきたいかと思います。はい、8月25日ということでね、前回3連発したブス島でございます。はい、ということで、ね、8月25日やっていきましょう。ブス島ね、いきなりケンジが出てきましたけど、こいつ殴ってやりてえな、本当に。ケンジ、はい。てんてんてん、てんてんてん、なんだよ。なんだよ。何がだよ。何がだよ。真似をするな。そっちこそ真似をするな。突き落とせや、この野郎ら。とりあえず殴っとくか、とりあえずな。こんなやつ殴ったら俺の手が汚れる。失礼なことを言うやつだな。僕の家にはエステがあるんだぞ。ヘルスの方がいいわ。ああ、なんだよ。ふっ、前のいないプールなんてその辺のドブ川と同じ価値しかないな。こいつひでえな。同感だ。前みたいな女の子は他にはいないよな。ああ。てんてんてん。俺に同調するのは気持ち悪い。だったら俺と同じ考えを持つな。こいつ殴りて、本当に殴りて、もう殴ろうぜ、もういいか、突き落とそうぜ。だいたい前も水泳部なんてやめて、僕の家にあるプールで泳げばいいんだ。大腸菌がいっぱいのプールで舞ちゃんが泳ぐわけないさ。なんで大腸菌がいっぱいなんだよ。ケンジが入るからだろ。お前だよ、決まってるだろ。ケンジが粗相するからだよ。おい、いつまでここにいるつもりなんだ。ケンジが溺れて死ぬまでだな。いいね。まあとりあえずお前とりあえず殴るわ、後で。じゃあな。そうだな。ああうっせえ、黙ってるしね。はい、ということでマコ先生のところ久しぶりの登場です。あら、ブス島くん、ということでね、マコ先生こんにちは。こんにちはじゃないわよ、ちゃんとお医者さんに行ったの？マコ先生の言う通りちゃんと行ったよ。そうで、結果はどうだった？なんともないって。まあよかったじゃない。ちょっと、うわ見てこれ、85センチくらいありそうだな。いいねいいね。ブス島くん、もう痛くないんでしょ？まだ痛い。痛くない。ここはね、痛くないを選ぶべきだろう、これはな。うん、まだ痛く、もう痛くないっすよ。あ、手が勝手に、うん、まだ痛いかな。きっと今のあれだな、パークのツルツルしたマウスっていうパークが使用されたんではないでしょうか、これはね。うん、3% の確率引きましたよ。まだ痛いかな。お医者さんは大丈夫って言ったらどうしてかしらね。自分じゃわからないよ。もともとここだけは自分の体の中で一番コントロールが効かない部分だし。変な病気じゃないといいけど。どうだろう。なんだか心配になってきたわね。もう一度見せてちょうだい。ゲッ、また見せるの？いいじゃねえかよ。見せようぜ。もう一度見せてもらおうかな。じゃあこの間と同じようにズボンとパンツを脱いでと。へいへい。脱いだら倉庫に立って。真剣の眼差し、また素晴らしい。いいね、いいじゃないか。また下半身だけはスカスカする。ブス島くん、動かないで、揺れるでしょ。そんな姿他の生徒に見られたらとんでもないことになるぜ。どこも悪くなさそうだけど痛いのよね。ちょっとこれ真剣だな。ちょっと見ちゃう。俺の何をじっと見ている。テレで医療行為中ですから、これちなみにね。ブス島くん、どこも悪くないと思うけど。先が赤く腫れてるわけじゃないし、祈祷にでも、祈祷にできものもできてないし。いや、それできたらやべえだろ。それできてたらあれだよ、焼き橋みたいに焼かれるんだぞ。痛えぞめちゃくちゃな。おいおい、ちょっとちょっと、ブス島くん、内臓疾患じゃないのかしら。前立腺が悪くなると同じような症状が起こることがあるのよ。詳しいな、さすが医者。は、わからない。痛みが続くのはもう一度お医者さんに行った方がいいわよ。はははは。てんてんてん。ブス島くん、本当に痛いの？これどうしようかな。ここ正直に言おうかな。いやー、どうだろう、どうだろう、わかんねえな。ごめん、痛くない。実はもう痛くない。てんてんてん。ブス島くん、ごめんごめん、すまん。こんなまじまじ見て先生がバカみたいじゃない。ごめん。まあ思春期の男の子だから許してあげるけど、もうこんなことしちゃダメよ。てんてんてん。さあ早く下着を上げなさい。もう見せる必要はないでしょ。まこ先生怒ったのかな。いつまで出してるつもり。へいへい、パンツを上げてっと。てんてん。お、あらまあ、あらまあ、ブス島マーク。あらら、これで二度目だな、ということで。ブス島くん、腰をかがめたまま固まっちゃってるわよ。てんてんてん。
まずい。やだわ、ブス島くん。ごめんなさい。もう、どうしてこんな大きくなっちゃうのよ。マコ先生のが見えた。あれで、マコ先生。ブス島くんのって、大きいわ。やっぱり大きいと武器なんだな。なんかマコ先生の目の色が違うような。すごい。こんなの初めて見たわ。そんなかよ。ちょっと、触れられるとますます大きくなるよ。まだ大きくなるの？ブス島くん、目をつぶってじっとしてなさい。これは命令です。何？俺はマコ先生の言い通り、目をつぶる。うひゃ、なんだこの生温かい感触は。おい、マジか。ふぅ。はい、ということで大変なことになってしまいましたね。ちょっとここに画像出しますけど、相関図的にちょっとやべえのがありまして、ブス島マーク入ってるところ、あそこマコ先生いるんですよ。で、それを見てるこのピンク髪の子ね、相関図がミホミサじゃなかったっすね。こうでしたね。いや、やっちまいましたね、これね。というわけでね、とりあえずね、これはこのままもうセーブしないで、もう一気にエンディングだけ別収録しますわ、これ。ちょっとね、そういう形になるんで、ちょっとストーリー的にはおかしくなってしまうんですけど、もう一周するのはさすがに俺も辛いっす。というわけで、もうこれはね、もうこのままもう裏作業で一気にエンディングまで持ってっちゃいますからね。皆さん編集は大丈夫だと思いますんで、まあそうグダグダと言っております。はい、ということで続きをやっていきましょう。ブス島くん、今のは夢。二人で一緒に見た夢。はい、夢です。いいわね、それで。夢だ。今あったことは夢だ。そう、それでいいの。さあ、目を開けて、廊下に出るのよ。いやー、でも、本当に夢になりそうですけどね、これはね。もう、ちょっと待ってくれよって感じでしたね。はい。廊下に一歩出たら、ブス島くんは夢から覚める。いい？っていうかさ、医療関係の人っていうか、まあ、このストーリーの中だけのお話っすよ。両方ともかなりスケベだね。さあ、もう行きなさい。はい、ということでね、とりあえずね、もう、一気にもう私はこれは裏作業でやっていきますので、ちょっとご勘弁ください。今日は勉強してるわよ。黙ってるわ。お前の息子大変なんです、とかやって。同級生。はい、ということでね、戻ってまいりましたという感じです。まあリセットしただけなんですけど、まあとりあえずね、大人の事情があるんだよ、いろいろ。まあ大変だ。まああれはあれでね、まあ別撮りしておりますので、まあいいでしょう。みほちゃん、ブス島くんも学校に来たの？みほちゃんこそここで何してるの？あのね、私はポてんてんてん、あ、はてなはてな、ここでね、ブス島くんのことを考えてたの。なんて可愛いんだ。きゃ、言っちゃった、恥ずかしい。もう青春だね。ちょっとダメだ、手紙もらって以来彼女とまともに話すことができない。今回の狙いこれだからね。お、ストーカー。お、なんだ、ブス島くん、誰から手紙をもらったんだ？いいだろ、誰でも。うわぁ、教えてくれたまえ。誰から手紙をもらったんだ？マタロウには関係ないことだろう。ふん、まあいい。君のことだ。そのうちわかるだろう。こいつ。なんだよ、マタロウのやつ。美穂ちゃんと俺の話を聞いてたんじゃないだろうな。こいつ、他の場所行くよ、ブス島くん。おう、マタロウかよ。今回はマタロウラッシュだな。なんだよ、マタロウじゃないか。一つ聞きたいことがあるんだが。あー、しょうがねえ、断っとこう。お断りだ、どうせろくなことじゃないんだ。いや、どうしても聞きたいんだ。つい、聞いてもらうぞ、つい。なんだよ、やけに迫力があるじゃないか。早く言えよ、マタロウ。おい、ブス島くん、我が急用を思い出したみたいだ。僕はこれ失敬する。死ね。こいつは、何なんだよ。あら、レイコさん、ブス島さん、こんにちは。あの、私、え、いえ、何でもありません。何か言ったそうだったような。綺麗な人だな、君の知り合いか。うわっと、もうお前うるせえ。ししお、みほちゃん、あ、ブス島くん、頼むから俺から逃げないでくれよ。だってまだ心の準備ができないの。俺にはできてるんだよ。
ブス島くんも手紙で返事して、めんどくせえ。おいお、俺は年賀状も書いたことないようなやつで手紙なんてごめんだよ。てててなんだまたかよ。またろストーカー。おい、うわぁ、ここで何をしてるのだ。何って見ての通りだよ。立っているのか。そうだ、俺は立ってるんだ。一人でか。二人に見えるか。メガネを変えた方がいいぞ。ブス島くん、邪魔をして悪かったな。お前からかすめとるからな、今回は。ははっ、美穂ちゃんは行っちゃうし、マータローに会っちゃうし、参ったな。中入ってみっか。う、毒が体に回ってきた。新しいな。あれ、ブス島、注文もしないでよくそんなことが言えるわね。は、サトミを呼ぶために行ったんだ。この店に何も言わないと水も出さないからな。それはね、ブス島だけよ。なんだ、可愛いな、サトミも。ブス島、誰かと付き合ってる？どうしてそんなことを聞くんだ？いいから答えてよ。付き合ってないよ。誰とも付き合ってないぜ。俺は彼女を作らない主義なんだ。そうよね、おかしいと思ったんだ。何が？俺のことよ、サトミはどうなんだよ。うん、好きな人ができそうな感じ。ほうほう、へえ。誰だよ。俺のことよりサトミはどうなんだよ。ちょっと、よし、注文してやろう。何を頼む？何でもいい。何でもいいや。わかったわ。じゃあ特別に美味しいレモンティーを入れてあげる。おいいね。ちょっと前のサトミとは違うような気がするな。ブス島、お待たせ、400円になります。前とちっとも変わってない。ほら400円。とありがとうございます。元気だね。まあとりあえず外出よう。さてと帰ろうかな。ありがとうございました。元気いいね。ああ本当に夏休みもあと少しで終わりだなって感じだな。まあ2回目なんだけどな今回。同級生。はい、ということで来ました、今回のある意味メインイベント、ぎょく、くるみちゃんということでね。自宅前で泣いてるくるみちゃんです。くるみてんてんてん、こんな時間に何をしてるの。おー、泣いてるのか。様子が変だぞ。ちょっとこれ前回迷ったやつですよ。くるみちゃんどうしたの。てんてんてん、何も言わない。変だぜ。ちょっとね、和也くん、あの女性とエッチなことをしてるのかな。きっとしてるんだ。いや、してないと思うぞ。和也ができるわけない。うん、その通り。そんなことされてたまるか。俺がするんだよ。てんてんてん、夏子さんとするのはこの俺様だ。その通りだ。今回は違うと思うけどな。ブス島さん、私をめちゃくちゃにして。私決めたの。何を。私今日から変わるの。大人の女になりたい。おい、ブス島さん、私にエッチなことをして。エッチなこと。和也くんがあの女性とエッチなことをしてるんだったら私だってしちゃうの。女は怖いな。でもこれあるから本当に女性は怖いっすね。ブス島さんだったらきっと私を女にしてくれると思うの。どうするブス島。はい、選択肢来ましたよ。前回ねこれ断りましたけど、今回はもう、いやでもね、俺的には断りたいんだよ、やっぱりね。断りたいの。そんなね、年から年中してるわけじゃないですからね。でも今回はね、もう断るわけにもいかないんですが、指が勝手にって感じですね。わかったよ、くるみちゃん。俺に任せろ。本当に？あ、くるみちゃん頼みだ。断れるはずがないじゃないか。くるみちゃんのために、和也のために、いや、すべての人類のために、俺が人肌脱ごうじゃないか。何を言ってるかよくわからないけど、私を大人の女性にしてくれるのね。しましょう。しましょう。大人以上の大人の女性にしてやろう。はっはっは。和也くんと一緒に見たことがある？あのホテルに行きたい。ホテル？ああ、ラブホテルのことか。あそこがいいの。でもね、こういうのってね、結構ね、最初は緊張しますね。まあまあまあ、とりあえず、ホテル行くか。くるみちゃん、行こう。ついに行っちゃいますか。そういえばこのゲーム初めてか、ここ入るの。くるみちゃん、今日から俺のことを師匠と呼ぶんだ。師匠？そりゃそうだ。くるみちゃん、大人の女性に仕上げる師匠だぜ俺は。弟子は師匠の言うことを聞くもんだ。俺がすることに一切文句は言わない。いいね。わかった。よし、じゃあ中に入ろう。いらっしゃい、スケベ。こんなババアやだな。フロント、君の悪いババアだな。休憩が6800円、お泊まりが12000円だよ、スケベ。
まあ割と普通のちょっと高いけど、まあこんなもんだろう。うん、どうするかな、どうしようかね。これはね、もう休憩で行こう。休憩だな。くるみちゃんを外泊させるわけにはいかない。休憩かね、スケベ。6800円になります。スケベ。ここでもスケベつけんのね。6800円ね、ほれ、ばあさん。おばはんが。ありがとうございます、スケベ。鍵をどうぞ、スケベ。この辺がなんかね、まだね、90年代って感じだね。まあ、今でも鍵か。電子キーとか、オートロックなんかもあるけど、まあ、鍵だろうな、大体な。うん。302号室と。302号室ですよ。うん。おっと、ここだな。カチャカチャカチャっと。おう。おう。今なんか鏡なんかねえぞ。今は。ほとんど。うわー、でも、やっぱりデザインが古いな。まあ、こんなもんか、でも。もう、しかもさ、この格好で、まあ、今回はあくまでコスプレっすけど、いいか、音の事情でコスプレだからな、今これ。わかったか？ね、視聴者のみんなコスプレだからね。わかった？わかったね。そうしないといろいろ俺も大変なんだな。頼むぞ。うん。てんてんてんと。なんていやらしい部屋なんだ。本当だな。いやー、古いな。この格好じゃ入れねえぞ、普通。くんかくんか、なんとも言えない匂いがするな。男と女、愛液の匂い。でも、ラブホと風俗って独特の匂いあるよな。確かに。まあ、嫌いじゃないんだけどね。まあまあ、とりあえず話していきましょう。ブス島さん、怖い。大丈夫だよ、くるみちゃん。僕はついてるじゃないか。だから怖いの。今さ、そんなこと言われたってよ。本当だよ、くるみちゃん。てんてんてん。極度の緊張状態だな。そうそう、しなければいいんだが。くるみちゃん、こっちもおいで。いや、いやってそこにずっと立ってるつもりか？だって怖いんだもん。めんどくせえな、結構。くるみちゃん、俺は怖くないってば。いや、その目が怖い。ほら、こんな優しい目をしてるだろ。てんてんてん。動物の目をしてる。人間だって動物じゃないかよ。だから怖いの。わかった。俺を動物と思わなければいいんだ。じゃあ何なの？なんだよ、めんどくせえな、本当に。ブス島さん、動物じゃなければ何なの？ああ、ゴミ、ぬいぐるみ、昆虫、肉の塊、悪魔く。出すな、これ、そのまま。まあ、ゴミ扱いされるのは嫌いじゃねえけどな。とりあえず、じゃあ、オカマ昆虫にしとくか。な。俺のことを人間だと思わず昆虫だと思ってくれ。やだ、私虫って嫌いなの。あ、そう。どうでもいいけど、ものすごくくだらない顔をしないか。もうめんどくせえな。動物園なん、じゃあぬいぐるみにしとこ。俺のことをぬいぐるみだと思ってくれ。ぬいぐるみ？そう、かわいいかわいいブス島ちゃん人形。ブス島さんはぬいぐるみなのね。だったら怖くない。もうほんとめんどくせえ。めんどくせえな。くるみちゃん、優しくして。うん。じゃあ、たらこ唇マークいきますよ。俺は立ちすくんでるくるみの方をそっと抱き寄せたと。おー、この BGM 来ましたよ。いやーと、このいやーは拒否ってわけではないと思うけど。くるみちゃん、そばかすもあるんだね。かわいいね、なかなかね。構わず、俺は彼女の唇を、まあ恋愛シミュレーションですから、もちろんこういうシーンもありますよ。そりゃ。くるみの目は開いたままだ。どうもやりにくい。俺はくるみキスをしながら、いや、おっとおっと、これは辛いな。突き飛ばされてしまった。ブス島さんのエッチ、うわ、マジめんどくせえ。こいつこいつとか言っちゃったけど、エッチと言われても大人の女性になりたいって言ったのくるみちゃんじゃないかよ。だってだって、いいか、泣きゃ済むってもんじゃねえんだよ、こうなったらな。もう一度しよう。なあ、いいじゃないかよ。ああ、いつか経験することなんだぜ。うん。はい、重ねると。やはり目は開いたままだ。まあ、よく目開いたままの人もいますけどね。まあまあ、いや。俺の手はすでにくるみの、はい、小さい感じがすると。はあ、ということでね。はい。突き飛ばすんだろうか。どうしよう。乱心する。普通に進む、いや初めてだろ、普通に進めるしかないよね、これはね。まあだけどもね、乱心でも視聴者的にはこっちの方が嬉しいんだろうけど、まあ俺は普通のノーマルな人間ですから、あんまりそういうことはできませんね。というわけでね、乱心するということでね、今回やっていきましょう。うわー、キャッ、どうしたの、見せよ、
店は何を言ってるか分かんない。ああ突き飛ばされた。また突き飛ばされてしまった。くるみもう帰ろう。いやあのね、だって体勝手に動いちゃうの。だからもう帰ろうよ。絶対いや、ブスジマさん、くるみの体を動かないようにして、もういい、帰ろうぜ。いや、あららら、くるみちゃん、私絶対帰らない。だったら俺を突き飛ばすなよ。手が勝手に動いちゃうの、ごめんなさい。ピンポーン、なんだよ。クイズ太郎の音じゃねえよな、大丈夫だよな。え？はいはい、誰だ？当ホテル自慢サービス、動くあだ名の道具屋さんです。ちょっと漢字はね、わざわざ道具屋さんにしましたのでね、時間がやってまいりました。スケベまあね、いや恥ずかしい。宇津島さん離れて。おうおう、おばはん邪魔すんなよ。ヒッヒッヒッ、スケベ。当ホテル自慢のアイテムご用意しておりますが、スケベ。はあ、ご用意はないですか、スケベ。し、いらないよ。しっしっ、てんてんてん、ちょっと待てよ。一体何があるんだ。今日はロープ感謝デーでございますから、各種ロープを取り揃えております。ロープがあればくるみちゃんに突き飛ばされなくて済むかな。スケベ、こんなロープはいかがでしょうか。普通のロープにしよう。あ、ひひ、普通のロープですね。2000円になります。スケベ、2000円か。お支払いの方法はいろいろとございます。スケベ、どのコースにいたしますか。あ、24時間進む。あ、評判を悪くする。じゃあ2000円とりあえず普通に払おう。2000円キャッシュでございますね、スケベ。まあ、ありがとうございます、スケベ。スケベ。よーし、ロープを使って、ヒッヒッヒ。ヒッヒッヒ、スケベ。出てけ。おい、いつまでそこ立ってんだよ。お邪魔しました、スケベ。今度、ケツに全部、俺、スケベってつけようかな。ブス島さん、もう行った。あ、もう平気だ。ブス島さん、こっち来て。キスは平気になったの。でも、胸とか触られるとダメ。はっは、俺は師匠さんだぜ。俺に任せればいい。俺は再びくるみにキスをする。今度こそ失敗しないぞ。目をつぶれよ、目を。いや、胸はダメ。俺は手に握っているロープを早速利用させてもらうことにした。キャッ、水島さん何するの。こうすればくるみちゃんは俺を突き飛ばさなくて済む。あ、痛い。こうしてこうしてこうやってこうやってグールグールグールと。こんなことみんなしてるの、たまに。あ、当たり前じゃないか。いや、儀式みたいなもんだな。100人中100人はこういうことするんだ。しねえよ。みんな、なんだ、みんなやってることなのね。しません。あ、これはこれでなかなかマニアックなプレイっすね。俺嫌いじゃないよ、こういうの。うん。たまにはいいよね、こういうのもね。うん。うすみちゃん、ちょっと怖い。平気だって、何度も言うようだけど、みんな同じことをしてるんだから。これは、なんだろう。ちょっと、なんていうのかな。まあ、捕虜ごっこっていうのか、うん、そんな感じだろうな。うん。うん。なんて刺激的なんだ。俺は一瞬夢を見てるよ。いや、でもたまにはマンネリ化した時はこれいいっすよね。てか、マジ、ええ、綺麗だな、おい。もしかしたらこれ夢なのかもしれない。今日は夢2回目ですね、そしたら。俺は夢でないことを確認するため、目の前にいる彼女を無性に触りたい衝動に駆られる。いや。くるみは少し怯えるようだ。しかし俺の愛があれば彼女安心して俺に。ふう。いやー、初でいきなりカメさんのね、あの縛り方するのはどうかと思いましたけど、まあそれはそれでなかなか良かったんじゃないかな。これはこれでね、うん、ちょっとね、ぜひね、これ製品版をプレイしていただきたいという感じでございますね。うん、おしまいということで全部ね。ちょっと早かったけどおしまい。男の人がしたいことってこんなことだったの？そう、こんなこと。私どっか変わった？どうだろう。なんだか何も変わってないような気がする。変わった、うん、変わったよ。すごく色っぽく見えるぜ。本当？あ、それに外見だけじゃなく中身も変わってるかもよ。今はわからないけど、今度和也に会った時にわかるかもしれない。ふーん。あ、私もう帰らないと。げ、もうこんな時間か。こんな時間に帰ったらきっとお父さんに怒られる。てんてんてん。でもちゃんと言えばお父さんだって分かってくれると思うの。おいおいおい、余計なこと言うなよ。お前余計なこと言うなよ、本当に。ちょっと待った。お父さん何言うつもり。平気、拓郎さん。ほら、これもバグっすね。これもバグっすよ。ブス島さんじゃないもん、これね。この辺変数埋め込み忘れじゃないかな、これはね。うん。
友達と会ったことにする。ふう、私なんだか変わったみたい。え、今ブス島さんの顔を見たときそう感じたの。てんてんてん。じゃあね、帰るね。こんな時間だ、送ってくぜ。うん、平気だから。ダメだよ、危ないから。ありがとう、ブス島さんって優しいのね。おお、送ってった送ってった。新聞屋がそしてうるさい、今日も。もうなんだよ新聞屋。ブス島さんありがとう。俺を言われるとなんだか変な気持ちになるな。あのね、ブス島さんと一緒に歩きながら考えたの。何を。大田の女性って和也くんを奪うって言ってたけど、あれはもうやめるの。ほうほう。どうして。私の中身が変わったのなら、私の中身が変わったの。もう和也くんはいいの。ほうほうほう。わかんねえ。じゃあおやすみなさい。はい、ということでね、今回はくるみちゃんという感じでございます。いや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 、初であれはどうかと思うけど、まあとりあえずね、なんか今回はいろいろありましたけど、まあ大人事情もあったりね、いろいろありましたけど、まあそんな感じです。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは、上がっておいで。ちょっと、ちょっと待て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 、お前気づけよ。おい、絵だよ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 、絵なりかずき。なんだ、口数が多いのは恐怖の証拠の数字。なんだ今気づいたけど、なんか、なんか変な変わる。見えてません。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。